DS BDS今回使うみかんは佐賀県のみかんで、この同じ袋に入ってたみかんを使います。こちらにね、残念ながらね、腐ったみかんがあるんで、この隣にね、新鮮なみかんを置くと腐りやすいのか検証してきています。で、こちらには、ちょっと離しといて普通のみかんを置きます。これで腐りやすくなるのか検証してきています。隣のやつまでね、腐るのか、これでわかりますね。さっきはね、密接度が少なかったので、ちょっと上に乗っけました。これでね、うまく検証ができると思います。では、検証開始です。あれ、あれ、あれ、あ、こっちでやろう。はい、てことで、すごい結果になりました。なんで右がね、こんな腐って、この上にカビが置いてあるみかんがね、ピンピンしてんのか、もう、ちょっとね、実験で分かりましたね。一人だとね、孤独なんですよ。結果的に。こう、いくらね、腐ったやつといても、孤独にはね、こう、負けるという結果が分かりました。まるでね、サスケとね、これがサスケでナルトみたいな感じでね、こう二人ね、こうギズギズしてんだけど、やっぱね、二人でいた方がね、こう力が高まるという感じが分かりましたね。で、これが多分オビト的な感じで、もう助からなかった感じでね。ということでね、この実験はね、ちょっと続けますね。一年ぐらい、ちょっと毎日撮って、どういった結果になるかね、伝えられたらいいなと思います。これで分かったのが本当にもう、腐ったみかんがね、こう あったとしても、自分がしっかりしてれば腐ることはないってことが分かりました。はい、ってことでね、自分を持っていきましょう。ではね、シュッ!アナゴマとミカツよ。PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。おいしょ。